こんな奴とやれるかと思うとワクワクするで。おい、どこ行くんや。決まっとるやないかい。おう、来たか。客が来てるぜ。あの、待たせちゃったみたいですいませんけど、どちら様。ワイの名は千堂武史、フェザー級の西日本新人を。あっちじゃちょっと強いとすぐなんたらのロッキーとか呼びたがるんや。ワイのロッキーは映画のロッキーやない、ロッキーマルシアノのロッキーや。付け加えるなら全階級通じて引き分けなしの無敗はマルシアノだけ。どっちの力が上か、どっちがより相手のパンチに耐えられるか。西日本トーナメントには失望したわ。どいつもこいつも小手先だけ。男同士のどつき合いがやれる思たんや。したのに危険ちゅうのはどういうわけ。でもまあ、あのスマッシュ見たら誰かでどぎも抜かれるで。あかん、言うてしもうた。内緒やで、この話は。あんな、そう言われても右拳が使えないわけで。一歩は試合できる状態じゃねえよ。ロードワークの時間なんです。ロードワーク？ダッシュか。なんや、もうしまいかい。あの、ダッシュとジョギング交互なんです。いや、あんた、よう走んな。どん、この人、いつもこれくらいはやっているんだな。こんだけ言うてもあかんもんはあかんか。楽しみにしとったのに。この人、本当に楽しみにしてくれてたんだ。ああ、いや、ちょっと、興味湧いちゃって。ほんまか？まあ、少しは。やっぱりか。わいはな、どつき合いが大好きなんや。せや、なんで山に登るかって聞かれて。あんたもボクサーやったらわかるやろ。リングの上に強い男がおる。わいはその瞬間が大好きなんや。シャワー借りてさっさと大阪帰るわ。パンチはダイナマイト、ブンブンブンタ。ディキたことじゃねえぞ、このサイズ。潰れるか思ったやんけ。え、見ねえ面だな。何見比べてんだこれ。黒なら俺様の方が破壊力あるだろ。ったく、駆けつけた自分が情けねえやん。うるせえ。なんだもう帰っちまうのか。なんや、あんたかて用ないやろ。慌ただしいやつだったね。けっ、俺はあいつのおかげで散々だったぜ。今晩ここに泊めてえな。6戦6勝6 KO。 へえ、僕と一緒だ。同じだ。戦績だけじゃなく戦い方も勝ち方も。そういえば今まで同じタイプのボクサーと戦ったことがなかった。よし、うん、これ貴様。こんな感じですか。こうでか。いや、頭の位置がな、こう通りで筋がいいと思ったわい。お前まだいたのかよ。小僧の拳は重傷じゃ。ここで無理すれば2、3ヶ月のブランクじゃ済まなく。行くぞヤギちゃん。はい。よう、俺様は今すぐ世界挑戦してもいいんだぜ。よっしゃ青木、ケーキ好きにスパーだ。俺っすか。なあ幕の内、このジムには重量級の人おらへんの。替えの練習着貸してもらいます。ああ勝手に使え。銭も行さんもろてもうたし、ワイもなんか役に立っとかんと。ええ、そうさせてもらいますわ。シャレになんないですからね。ああ分かっとるって。青木も心配性だぜ。たく、どうなっても知らんぞ。いつもはもっとガード下げて攻撃主体の構えなのに。はいはい。カウンターに対しさらにカウンターを合わせる。出さなくてあれだもんな。わざとや。フック、いや、アッパー。うん、急げ。おい、仙道。仙道さん。やっちまったかよ。いて、本気のとつき合いじゃねえと土産話にならねえって抜かしやがったんだよ。したもんだぜ。おい、誰か水。あ、僕が。強い人と戦いたいって、それだけで本当にボクシングが好きなんだな。突然飛び出した境、土産でも持って帰ってトレーナーの機嫌取らんと。大阪で待っとるで。大阪で待ってるか。あいつ試合のこと諦めてねえみたいだぜ。戦いたい、あの人と。
スマッシュは一撃必殺のつもりで磨いとったのに。ほんまええ土産もろたで。大阪で待ってるで。こっちの方のお客さん見てあげてくれる？確かうちの常連で体育大の先生がいたよね。宮崎教授のこと。うん、初めから棄権するって決めちゃいたくない。本当？連絡だけよ。ありがとう母さん。事情を説明すればきっと相談に乗ってくれるだろうって。どうかしましたか？いや、その山口先生に会いに。いやーね、すっごく強いって聞いてたから。あの、僕も少し意外で。意外？あら、これでも昔は女三四郎って呼ばれてたんだけど、ね、試合後拳だけじゃなく右肩も少し痛かったでしょう。君の場合はね、パンチ力がありすぎ。肩触っただけでそこまでわかるんですか？もちろん。こらー！あー！でも厳しいってことは不可能じゃないとか。医者としては選手生命を縮めるような危険のある試合を進めるわけにはいかない。でもそれは逃げてるってことじゃないですか。拳の怪我を理由に仙道さんとの試合から逃げちゃったら、僕はそれにかけてみたい。仙道さんと戦いたい。私の指示するリハビリのメニューを試合までの1ヶ月間完璧にこなすこと。その場合試合直前に拳に直接麻酔を。それでも構いません。試合ができる。はい、よろしくお願いします。練習とかで拳が熱を持ったら。肩の筋肉を鍛えて自分の破壊力を吸収できるだけの。いやー、ずいぶんと敬遠されちゃってね。40、50。ちょっと見らんだ間に妙なことを始めたの。あ、いや、お願いします。試合の許可をください。長い目で見たら完全に直した方がいいと思うよ。貴様を刺激するといかんと思って見せらんだ仙道の資料だが、その欠点を補ってあまりあるものがこやつにはある。幸い命に別状なかったものの、しかもハンデを抱えてじゃ。すごいや仙道さん。一つ聞くぞ。ボクシングは過酷なスポーツや。拳がボクサーの命だってことは分かっています。そこまで言うならボクサーの気持ちを優先する。当日までの拳の治り具合を見て判断する。それで文句なかろう。あかん、今日もしまいや。しまい。忘れ物わざわざ届けてくれるた律儀なやっちゃ。ん？なんや、今日はもうしまいやなかったんだよ。冗談やないで。いい格好だぞ。貴様もやるんじゃ。今更この俺様に体力作りなんぞやれってるか。いつめくめ言わずにやらんか。ジムに行ったらここだって聞いたから。おい、誰だ。会長さんですね、はじめまして。今ならこの人が何考えているか分かる気がする。うわ、結構きつそうだ。くそ。結構どころか答えるぞこれは。くそ、すぐに戻ってるからな。笑えるじゃろ。本当に面白いわ。でも見た目よりかなり答える練習ですね。どうだかな、ガードが甘いとはいえ先導はタフなもん。一歩くんの右拳を限りなく 100% の状態に近づけるのが。なるほど、小僧が強気になるはずよね。いって、わー、ですか。とにかくすごいですよ、あの破壊力は。うん、確かに破壊力あるな。すんごいですな。なんてことするんですか。そう、向きになるなよ。よかった。おお、撃たれてるな仙道。相当下半身が強い証拠だな。あ、一度ならず二度までも。開けてもくれと筋トレだよ。拳が使えねえからしょうがねえ。仙道の面食らった顔が目に浮かぶで。またロードワークか。練習しすぎとちゃうんか。そやけど幕の内のパンチもこれに匹敵します。サンキューばあちゃん、また走ってくるわ。ああ、ロッキーや。ほう、喧嘩に使うなちゅうどったろ。見てえな。ロッキー新人王になったらこうてくれる言うとったやろ。全日本新人王のチケットや。ああ、おら待てー。ついてくるわガキども。ふたく、うさく。お気に。しゃけど世界は気が早いで。任しとけや。仙道さん、勝負だ。小僧、早速ウォームアップせ。
スパーリングじゃ。幕之内君にはちと荷が重いかもしれへんけど、調整程度やし。いいか、全開で打つことはない。怪我はもう七八分には。ヒーカブーか。ガードは固そうや。やるでよ、あの小僧。絶好調じゃない。よし、リズムはつかめてきた。次は左のダム。今度こそ。ビギ。治ってる。だが打てねえんだ。